こんばんは、カズマサです。今日の動画は、7月の、動画として、飼育場の様子を、映しながら、7月に、気をつけたいことを、話をしていきたいと思います。6月の、早いうちに、梅雨入り、いったところで、ちょっとね不安 になるのかなと思ったんですけど、ほぼ、晴れが続いて、梅雨らしくない、日がずっと続いてましたね。気温も、どんどん高くなって、最近ではね30度とか行く日が、出てくるようになりましたね。でこれから、気をつけたいところとしては、梅雨の終盤ということで、大雨がね、降るといったところになってくるのかなと思います。今日は、曇ってますけど、見にくいですけど、30度超えて33度4度ぐらい、ありますね。もう曇ってる日でも33度とか、ありますので、水温もね、高いのかなと思います。もしこれが晴れてたらもう30後半とか、気温いってて水温もね、35度とかに、なってるのかなと思います。でまず気をつけたいところとしては、見てもらったら分かるんですけど、もう明日からね、雨降りますといった天気になってますね。それで、13日以降は、晴れのマークが続いているので、ここで梅雨明けするのかなといった、感じですね。それでこの、雨の期間で、大雨が、降ると言われてますので、気をつけたい、一つ目としては、大雨ですね、に気をつけるといったところですね。でまず気をつけたいところとしては、水がね、水槽から溢れると、容器から溢れて、メダカが流されないように、しないといけないといったところで、オーバーフロー対策とかね、していかないと、いけないのかなと思います。でうちは、屋根が、ついてますので、基本的には、オーバーフロー、させる必要がないので、うちは、このままね、飼育していくんですけど、雨ざらしにされてるところとかはね、本当気をつけないと、雨で、メダカが流されてしまうといった事態になるのかなと思います。で雨で、気をつけたいところとしては、オーバーフロー加工してても、オーバーフローのところですね、網がね、網に、藻が、引っかかってね、結局オーバーフローしてるけど、その網にゴミが引っかかって、水が溢れるといったことも、ありますので、実際自分もね、冬の間オーバーフロー加工さして、集中ろ過を、してましたけど、結局詰まるんですよね。詰まって水が溢れるといったこともありましたので、ちょっとねそこのところも気をつけないと、いけないところになるかなと思います。あと2つ目としては、先ほどの、1週間っていうか、天気予報を見ると、14日ぐらいから、もう晴れになって、もう最高気温も32度、33度とかになってきてますので、40度近く実質上がるんじゃないかなと思います。そこで、気をつけたいところとしては、日よけの対策ですね。特にうちもね、黒い容器の、NV13 とかあるんで、そういったところは、特に水温が上がって、メダカがね、煮干し状態、もう干上がってしまうような状態になりますので、特にね日よけの対策っていうのは、やりすぎてもいいのかなと思います。うちは、6月の時点で、もう日よけの対策はしてたので、
いいかなと思うんですけど、それでも水温が、まあ、30超える時もあるので、やっぱりね、直射日光が当たるところの、水容器、特に水温はね、気をつけないといけないのかなと思います。以前、まあ、冬の時なんですけど、まあ、ヒーターが壊れてて、水温が、38度とかになってた時があるんですけど、その時やっぱりね、稚魚クラスが、結構ね落ちてしまってたので、やっぱりね、水温っていったところ、特に、弱い、ものから、落ちていくのかなと思います。なのでね、まあ、ギリギリ38度が限界なのかなと。メダカの、まあ、最高ですね、38度が、限界なんじゃないかなと、思います。まあ、その、まあ、38度としても、まあ、35度ぐらいですよね、まで行かないようにするには、やっぱりね、直射日光が当たらないようにしてあげることなのかなと、思います。まあ、あと水温が、上がってしまうことで、気をつけたいところとしては、まあ、アンモニアがね、発生しやすくなるといったところですね。まあ、水質がすぐ悪くなるといったところをね、気をつけないといけないなと、思ってます。餌の食べ残しや、まあ、メダカから排出される糞ですね、糞から、まあ、アンモニア発生して硝酸塩と、まあ、変わるんですけど、まあ、水温が高いことで、まあ、バクテリアの数も少なくなる、ことで、まあ、そういうろ過っていうか、物理生物ろ過、が進まなくなって、まあ、アンモニアが発生しやすくなるといったところが、あるので、水替えの頻度、まあ、上げていかないといけないのかなと思います。まあ、週に2回やればいい、3回やればいいというよりも、まあ、水の状態を見て、まあ、グリーンウォーターであれば、グリーンウォーターの色を見て、変えていくような感じにしていかないといけないのかなと思います。まあ、少し前に、うなとろファームさんの、YouTube で上がってたんですけど、水替えをするタイミングの、動画が上がってました。あの動画はすごい自分にとって、勉強になったんですけど、まあ、メダカの動きでね、やっぱり、水替えのタイミングっていうのは、コツをね掴んでいくのかなと思いました。なのでやっぱり日々の、メダカの様子を見るということが、大切なんだと、改めて思いました。まあ、7月としてはね、以上の、まあ、3つ、気をつけていきたいなと、自分は思います。まあ、雨の対策ですね。で、次に、日差し、直射日光に対する、水温が上がるといったところの、気をつけるところで、3つ目が、水質ですね。まあ、水質に気をつけるといったところ、まあ、この3つを、7月はね、気をつけていきたいなと思います。今日の動画は、7月の動画として気をつけたい、3点、の動画となりました。ご視聴ありがとうございました。